こんばんは。こんばんは。前髪何点？前髪61点。61点かな今日は。うん、良くも悪くもないって感じで、今日はでも意外と落ち着いてる方だなって思うから、今日は69点かなって感じですね。いや、いつもより高いよ。いつもより高い。眉毛なんて、眉毛ね、今日はそうだね、今日はね、今日68かな、68点かな今日はかな。こんばんは。チムチーさん、風呂敷ありがとう。ヒラリンハットさん、炎上さん、スズランありがとう。ワダチンさん、テントありがとう。こんばんは。今日でゴールデンウィークが終わりですか？今日なのかちょっと分かんないけど、一応長い連休は今日で終わりなのかな。ゴールデンウィーク結構なんか長かったですね。ゴールデンウィークも終わりなんだ。キッチンさん、スズランありがとう。かいちゃんです。テントとパラソルとパソコンありがとうね。皆さんまた明日からね、頑張ってください。頑張りましょう。またまた今日がなんかさ、逆にさ、連休が長すぎると連休の後のもう月曜日がしんどいよね。特にお仕事とかしてる方とか学生の方とか、本当にね、頑張りましょう。5月病、頑張りましょうね。頑張りましょう、頑張りましょうね。ね、9、10、11、12、あれ9、10、11、12、あ、そっか。こんばんは。そうだね、今週末は落語と、あと一応リアルお話し会も開催される予定になってるので、今週末は皆さんに会えるかなと思っていますけど、まあ、会えるとは思うんですけど、会えるけどでもまだそのね、会えますよね。こんばんは。直接お話し会がなんかさ、久しぶりだったじゃないですか。久しぶり？前回多分いつだったんだろう、3月とかかな。いや、3月ぐらいか。あ、3月か。そう、3月に会ったぶりぐらいだですね、リアルお話し会は。
接会えるお話から参加できないけど落語は行くね。了解了解です。こんばんは。そうだね、大阪だよね多分。関西会場了解です。皆さん待ってますね。今日さ、あれしましょう、あれしようよ、あのパーセントバルーン しましょう今日前回なんだっけ、あれした時に数奇強化計画した時にめっちゃ楽しかったからしましょう。ポムさん、パソコンありがとう。高優さん、パラソルありがとう。あーちゃん、ハートありがとう。ガワさん、テントありがとう。カズイさん、パラソルありがとう。ブン兄ちゃん、パソコンありがとう。シバさん、パラソルとパソコンありがとう。カイちゃんです、トートありがとう。しようしよう。普通に今日は遊びとして、あのゲームというか普通に遊びで遊びで稽古順調。今日もね落語の稽古あったんですよ。あったんですね。順調。いやでもね、あの本当に良くなってるって今日も言っていただけたので、あとはね、あのやっぱ表情かなっていう感じなんですよね。自分で見てもやっぱなんかまだ表情がなんかちょっと私がちょっと表情がちょっとまだやっぱできてないですよねって言ったらすごい笑ってたからだからちょっと あとこの本番あと5日ぐらいなんですけど、それまでにもうちょっとなんか表情を良くしたいですねって感じですか。でももうだいぶセリフが入ったから、もうそっちの 方に集中できるかなっていう、表情とかの方に。やっぱさ、セリフがすごい長いからどうしてもセリフの方に集中しちゃってたりしてて、どうしてもだから、でももうだいぶ入ったのでちょっとそっちの方向にちょっと方向チェンジというかできるかなって感じはします。いやなんか本当にどうなることやらって感じですけど本番たまにセリフが真っ白になったりすることとかある。真っ白でも私今までそんな長いセリフを覚えたことがなかったから、その長いセリフを人前で言うっていうのがほとんどなかったので、真っ白になったことはないかないっていうか、そういう場面が今までなかったから、だからそれはもう中学生とか高校生ぐらいの時はよくありましたけどありましたけどね。でもなんか普通にド忘れみたいなのとかはよくあります。セリフなんかこの間のリバーボークの時も私が言うところが言わずに普通にお客さんに手振ってて、そうで
ちょっと私そこ自分のとこ聞いてなくて、普通に手振ってたから、だからそれを他のメンバーが言ってくれたっていう、なんかそういうのとかあったから、ちょっとあかんです、あかんです、私そういうところがあかんです。わだちんさん、テントありがとう。にゃんきちさん、パラソルありがとう。まさぴょんさん、ありがとう。めっちゃありがとう来た。ありがとう。田辺さん、とうとうありがとう。にゃんきちさん、すずらんありがとう。えいひろさん、アイスありがとう。金持ち先生、わらありがとう。しばさん、くまありがとう。なっかーさん、ハートありがとう。そうなんですよね。だからまあ結構どうなるかわからないですっていうことですね。ってことですね。だからなるべくもしセリフが飛んでも自分で立て直せるようにちょっとたくさん練習を頑張っといてねって言われたから、頑張ります。あと5日ぐらい。こんばんは。タワー？タワーあります？私のとこには見えませんのが、来てますか？あ、うん、あー、ありがとうのやつか。あ、そういうことか。おー、ありがとう、ありがとう。なるほどね。いやー、ありがとうございます。こちらこそありがとうございますって感じですね。まさぴょんさん、いやー、ありがとう。まさぴょんさん、ありがとう、ありがとう。たくさん、やったー、ありがとうございます。まさぴょんさん、まさぴょんさん、ありがとう。ちょっとね、新しいやつなんですよ、今日から髪が。まさ、ありがとう、まさぴょんさん。なに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 、初見で最近愛花ちゃん気になってるので配信見えて嬉しいです。え、ありがとう。ちら、名前ちら。テピさん、テピさん、テピさんっていうの、嬉しい。あー、ありがとう。じゃあ最後まで見てね。もちろん見るよね。もちろん見てくれるよね。嬉しい、ありがとう。ちょっとタワーかけますね。ちょっと見づらいかしらね、これ。どうだろう、はい、まさぴょんさん、まさぴょんさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。タワー、ありがとう。まさぴょんさん、パン、パンのシールです、これ。ありがとう。
見てるかわかんないけどありがとうございます。いや、もちろんです。だって今日はパーセントバルーンやっちゃうよ。今日はみんなも一緒にやってね。みんなも一緒にやっちゃってね。嬉しいですね。なんか気になってくれてるっていうだけでも本当に嬉しいです。こんばんは。あ、私の癖なんでこうやって串をこうやってやってしまうのは。え、今日串が2本ある。今気づいた今机に串が今日2本ある。今日はレアな日ですね。私の机に今日串が2本ある。私のこうやって癖、こうやってやってしまうのが癖なんで、ちょっとこうやってちょっとやってしまうのが、だからちょっとこれは多めに見てほしいなって思います。じゃあ今日のパーセント、あ、じゃあ皆さんに、じゃあパーセントバルーン、私のちょっと今日今からやるゲームの、ルール説明をしたいと思います。パーセントバルーンっていうのは、まあ、前回やった時にこうやっての見てくださった方は分かると思うんですけど、あのネプリーグでやっているパーセントバルーンっていうゲームと同じの、あの真似っこなんですけど、今日はちょっと皆さんからお題募集しようかな。今日はちょっと皆さんからお題を募集して、それが例えばですね、じゃあこの間やったのとかは、この間何したかな、この間やったのとかは、あれだ、ゲームセンターにあるマリオカートをやったことがある人、ある人は1番、ない人は2番を投票してくださいってやつをやって、そのある人が何パーセントかっていうのを、予想するってっていうゲームなんですけど今日はそれをしたいなって思います。で、ありがとうめっちゃ来るじゃん。え、そんなに私感謝されていいの？なんかそんなにありがとうって言われるようなこと私したかな。え、すごいありがたいですけど、なんかめっちゃありがとう来ててさ、こんなに感謝されていいのってちょっと今思っているんだけど、私はすごい、これありがとう、ちょっとありがとうありがとうございます。あの本当にすごいね、なんかまさぴょんさんありがとう、そしてその間にありがとう投げてくれているにゃん吉さんもありがとう。え、ちなみにこれタワー何個分ですか？今タワー書いたけど、これタワー何個分、何本分？ 4 つですかね。さっきのと合わせて4つかな。どうなんだろう。ありがとうございます。ちょっとさっきのと合わせて4つか。ありがとう、まさぴょんさん。あとでちょっと書きますね。ありがとうございます。はい、では
ではね、パーセントバルーンをしていきたいと思いますが、じゃあ今日はちょっとお題を募集したいと思います。なのでちょっと皆さんお題カモン。500個だって。500個ということはタワー5個分ということでよろしいですかね。うわーすごいね。うわーありがとうございます。すごいありがたいですね。あとでちょっと5個分のちょっとなんか特別バージョン書きますね最後に。はいみんなカモンカモンカモン。ゲームセンターのメダルゲームでメダルタワーをメダルタワー、私さメダルゲームめっちゃやってました。昔ゲームセンターのなんか家族でゲームセンター行った時とかにメダルのゲームめっちゃやってたな。そういえば懐かしい。でもメダルタワーってなんだっけ。あやぱん楽しい、はい、おはいえ、待ってそれさ自分でさ自分で何パーセントかさそれ予想立てるのちょっとさそれきついなそれじゃあおーなんか今日すごいね投票今日はお題が目玉焼きに醤油かける人。朝ごはん朝はごはんよりパンの人。パンの人、ああなるほどね。朝はごはんよりパンの人。じゃあそれにしますか。パン派の人ってことだよね。パン派の人、じゃあそれいきましょう。じゃあ朝はご飯よりパン派の人。あこれ先にじゃあ自分私がちょっと紙に書くね。私がちょっと紙に書いて予想を立てます。パン派の人、私は私さすごい思うんだけどさ多分だけど実際に多分食べてるのはパンの人の方が絶対多いと思うんですよ。朝にパンを食べてる率の方が絶対多いと思うんだけど、でもパン派かご飯派かって聞かれたら多分ご飯派って答える人の方が多い気がするんですよ。だからパン派の人の方が少ない気がするので、でも言うてそんなあんま変わんない、半分半々ぐらいか半分よりちょい下かぐらいかなって思うけど、じゃあ私の予想、これまだ言わない方がいいですよね皆さんに何パーセントかっていうのは。書きました。じゃあ皆さん、じゃあパン朝はご飯よりパン派という方、パン派ですって方は1、いやご飯派ですって方は2で
お願いします。スタート。あのパン派の一番の方で、あれします、判定しますね私の。どうだろうね、半々くらいなのかな。なんだろうなんだろう、絶対これ接戦だよね。パンとご飯の二択しかないのか。そうなのそうなの。ちょっと今回はこの二択でちょっと行かせていただきたいと思いますので、はい、どちらかを選んでくださいね。じゃあ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 6秒前6 5 4 3 2 1 0。ほう。ってことでパン派の方が 45.、 やっぱり私の予想通りじゃない、やっぱ私の予想通りじゃないですかこれは。絶対パンの方が多いけど、でもどちらかというとご飯派の人が多いっていう。45% ね、パン派の人、パン派の人 45%。 私が予想したのはじゃん 49%。 おー、欲しいね、めちゃめちゃめっちゃ欲しいね。誤差 4% 誤差 4% です。まあ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 、1問目としてはいいんじゃないですかね、誤差 4% っていうのは。今日も5問いきますか。今日も5問いって、ちょっと今日誤差50にしてみようかな。全部で誤差50以内にするっていう。前回100だったよね。あ、じゃあ70にしようかな今日。誤差70以内っていう、全部で70にじゃあしましょう。70で今日は。キッチンさん、バラありがとう。荒木さん、ペナイトありがとう。ドゥーラスさん、ポンさん、テントありがとう。ポンさん、パラソルもありがとう。かいちゃんです、とうとうありがとう。ともぴーさん、パラソルとテントとパソコンありがとう。お金持ち先生、バラありがとう。遊びに来たよ、ありがとう。70位、ネプリーグにでも出るのって。いや出ませんけど私これ結構好きで、いやわかんないですよ。でも私すごいクイズ番組すごい好きだから、もしかしたら出ることがあるかもしれないですからね、これは。もしかしたら。じゃあ2問目の質問募集します。2問目の質問、カモン。そう、クイズ番組好きなんですよね。私がでも一番好きなのはミラクル9とか東大王とか好きです。ネプリーグ出たことあるか。それゼロでしょ。逆にゼロ以外だったらすごいよね。誰か芸能人の方が見てるっていうことになる、なるけど。何何何、修学旅行が海外だった人。あ、待って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 、今ショールームを2窓以上してる人。待って、そう、面白そう。2窓以上してる人、それにしますか。じゃあ
まあ、ショールームを2窓以上してる人、いや難しいな、全然想像つかないけど、これはどうするかだな。皆さんちゃんと正直に答えるか、嘘つく可能性もありますからね。皆さんがこれは心理戦。そうだな。でも2窓以上ってことは2つの端末以上持ってる人ってことですよね。でもそういう人ってどうなんやろう、わかんないな。いや違うんですよ、あのね、疑ってるっていうのは、ね、なんか皆さんがそんな感じのコメントを書くからだから怪しむんですよ。そりゃそうだ。これは心理戦ということで、どうなんだろう。でもでも正直なことを言うと、多分私の配信だけ見てるって人あんまりいないと思うんだよね、多分ですけどちょっとそれ悲しいけど現実私の配信だけ見てるっていう人あんまりいない気がするんですよね。だからお、ハロー、ありがとう、ハロー。なんでみんなそんなことないよって、なんでみんなそんな棒読みのコメントするの、どうしてみんな、どうしてそんな棒読みみたいな。じゃあ2窓以上してる人、じゃあ1位、 2窓じゃなくて私の配信だけ見てるよって人が2位ってことでいいですか。ちょっと待ってね、2窓以上してる人、書きました。じゃあ2窓以上してる人1、じゃあし私の配信だけ見てるよって方が2でお願いしますね。じゃあスタート。待って、あーなるほどね。最初すごい2ばっかりだったからさ、すごいなんか私が圧をかけてる人みたいに見えた今2ってさ、あれだよね、私の配信だけ見てるよって人だよね、ですよね。だから1が、2窓以上してる人。5 4 3 2 1。なんですか。いや、この絵っていうのは意外と
2窓以上してる人が少ないっていう、そう結果にちょっと驚いていて、32%。 ちなみに私がさっき話してる間に私の配信だけにしたっていう方ももしかしたら含まれてるのかな。どうなんだろうね、この2番には。じゃあ私の、じゃあ2窓以上見てるよって方予想したのは、私はですね、これ 32%、 私はじゃん 61%。 ということで結構誤差いってしまったな。61と32だから、29、誤差29、誤差29だから今合計で33になりました、誤差が。今のところ33ですね。うん、なに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 、なに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 、今な、な、何言った。49と61足すと、え、なに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 、何の話してんのみんな。え、どういうこと。だよ。え、どういうこと。待って、え、みんなちょっと待って、落ち着いて、みんな。あ、皆さん、ノー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 、皆さんノー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 です、ノーです、ノーです。これはちょっと皆さんが間違ってるよ。この合計じゃなくて誤差の合計だから、さっき誤差が4だったんですよね。わかるかなみんな、私が言ってることがわかるかな。さっき何だったっけ、ご飯派の人、さっきのご飯派の人、私が予想を立てたご飯派の、パン派の人か、私がさっき予想を立てたパン派の人と実際のパン派の人の誤差がさっき4だったんですよ。わかる？さっき4だったので、風船が4つ割れましたよっていうことなんですよ、さっきのが。で、今の問題何でしたっけ、あれだ、2窓以上してる人、私が予想立てたのが61で実際がなんか 32%、 その誤差が29だったから29個風船が割れまして、今合計で33ですよっていうことなんですよ。皆さんちょっと分かってますか。え、これ私合ってるよね。今誤差の計算してるから、お分かりですか皆さん、お分かりでございますか。あ、さっき皆さんこれを足しちゃったっていうことか、そういうことか。違います、誤差だから、これはただの予想なんで。なるほどね。私すごいさ、何かすごい盛大な間違いをしてるのかと思った。
ごめん、私の説明不足でしたね。ということで今33なんですよ、誤差。私は計算間違えないから大丈夫、そんなにおバカちゃんじゃないよ私は。しかしそんなに大きい計算間違いをしてると思ったんですか。じゃあ次の問題いきましょう。第3問目では問題を募集します。問題募集します。皆さんこちらまで、こちらまでお寄せくださいませ。なんかちょっと難しい感じのとかでもいいよ。リアルに私を見たことあるか。テレビに出たこと、生の ST を見たことない人。なるほどね、生の ST を見たことない人。じゃあこれいきましょう。生の ST を見たことない人、難しいね。今どういう人が見てくれてるかっていうのがわからない状態でやるのはちょっと難しいね、これ。あ、じゃあ家にテレビがない人にしよう。それにしましょう。家にテレビがない人、家にテレビがない人いきましょう。家にテレビがない人ね。なあ、でも大体持ってるかなって思うけど、私も最初テレビなかったからな、ずっと。でも多分だけど、そう、私みたい、私ぐらいの年齢の人って多分あんまりいないと思うから、見てる人ってなったら私より年上の人たちはやっぱテレビを持ってるのかなって思うので、タカさん、はじめまして、こんばんは。え、待って、問題、これテレビを持ってない人だよね。テレビを持ってない人、家にテレビが、家にテレビがない人、家にテレビがない人、うん、家にテレビがない人。じゃあ、書きました。じゃあ家にテレビがない人、じゃあない人が1で、あるよって人が2でお願いします。ない人が1ですよ。スタート。テレビないよって人が1。どうでしょうね、やっぱほとんどの人あるかなって思うけど、私もでも最初なくて、テレビ欲しい欲しいって思ってて、テレビ買ったらもう生活がなんかすごい変わりましたね、本当に。
テレビあったらこんなに違うんだっていう、なんかもうちょっと生活が豊かになった気がした。テレビが、テレビを買った瞬間にテレビがあるとないとじゃあやっぱ全然違うんだなっていう。やっぱ青多いかな。ちょっと5 4 3 2 1 0。おー、テレビない人 17.4%、 テレビない人 17.4%、 17% ね。はい、私が予想を立てたのは 21%。 はい、いい感じいい感じいい感じ。ということで誤差は 4% ということで、おー結構いい線いってるね今日。ということでただいまの合計誤差 37% です。今 37% 風船割れてます、70個中。いや結構いけるね。あと2問で今37個だから、いやもしかして天才なんじゃない。じゃあ次の問題募集します。第4問目募集します。さあ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 、さあ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 、皆さん募集します。エアパンが好きそうな問題、本命チョコもらったことある人でもこれなんか前聞かなかったっけ。それいきます、じゃあそれにしますか。おもろいですか。本命チョコもらったことがある人、じゃあそれにしましょう。本命チョコもらったことがある人っていう、おおなるほど、そうですね。難しいねこれは。これは難しいね。これは難しい問題だな。あー難しい。難しいよー、みんなこれ難しいよこの問題。この問題難しすぎるよ、難しすぎるよみんな。こんな問題出してじゃあみんなこれじゃあ。じゃあ本命チョコもらったことあるよって方、じゃあ1で、であのもらったことないよって方2で
これはもう正直に投票してくださいね皆さん。それはもちろん当たり前ですけども、本命チョコもらったことあるよって方が1、ないよって方が2でお願いします。ん？あれ？おかしいぞ。何かがおかしいぞ。この投票のボールっていうの、これボールっていうのかな、このボールの均等具合この均等具合、今のこの均等具合というか、何かがおかしいぞ。5 4 3 2 1 0。おっ、え本命チョコをもらったことがある人 46%。 46% の人がもらったことがあるということですね。そうなんだ。じゃあ 53% の方がもらったことがないということでしょうか。あ、そうなんだね。じゃあ50、あ、ちょっとやっぱ多いんだね、やっぱこのもらったことない人っていうのが。あ、そうですか。じゃあ私がもらった本命チョコをもらったことがある人、予想こちらでございます。 23% はい、ということで、ちょっと誤差を計算しますね。46% だったから、計算して 23% の誤差となってしまいましたので、あ、待って、今合計60だ。うわ、これはすごいいい戦い。今誤差の合計が60になりましたね。ということはあと1問で誤差を10以下にしないといけないっていう。皆さん、私23ぐらいかなって思ってたんですけどね。意外と 46%いたっていう。なるほどね。そうなんですね。ごめんなさい、なんかちょっとすごい少なくちょっと予想してしまって、皆さんに謝りたいと思います。ごめんなさい、本当に。じゃあもしかしたら強がってる人がいるかもしれない。あその 46% の中に強がってる人がいるかもしれないという、まあそういうこともあるかもしれないですね、もしかしたら。もしかしたらですけど、もしかしたらいるかもしれないですね。でもそれはもうそれはでも可愛いじゃないですか。それは可愛いから許すよ。じゃあ次の
問題を、最後の問題、最後ね、誤差を 10% にしないといけないんですよ。結構厳しい感じがする。厳しい感じがするな最後。どうしましょうか。最後はちょっと10以内に収められるような、独身の人、独身の人、こんばんは。何がいいかな。毎日掃除機をかける人。毎日はさすがにいなくないですか。多分だけど。そうですね。どうしようかな。三姉妹および三兄弟の人。おお。三姉妹および三兄弟の人。三兄弟の人っていうことだよね。三人兄弟いる人ってことだよね。それは兄弟が三人いる人。おお、じゃあそれにしようかな最後。うわ難しいこれ。兄弟が三人いる人。でも私も3人だし、どうなんだろうね。一番多いのは多分2人兄弟の気がするから、231とかなのかな。いや3人兄弟、3人以上じゃなくて3人兄弟っていうのにしようかな。三人という、そうそういう三人縛りで、で二人が一番多いとして、いや213かな、どうなんだろう。でもそうなんだよね、三人兄弟の人意外と周りにいて。いや231か、231だなきっと。あーじゃあ最後きついきついね最後。はい、オッケー、オッケー、三人兄弟がいる人、三、じゃあ三人兄弟の人が1、あ違いますって人が2でお願いします。難しいそうだねこれは。
でも私意外と3人兄弟、さやも3人だよね確か。あれ2人だっけ。4人、あ自分が4人ってことかな。どうだろうどうだろう。あっ、せん弟が、あお兄ちゃんいるってなしてたんだけど、そうだ、りねちゃんも3人だね。には3人兄弟じゃないよって人。じゃあ5、4、3、2、1。おー、3人兄弟だよって人 36% ね。なるほど、決まりましたね。私が予想を立てていたのは、じゃん、 39%。 よし来たよ。3% です、誤差。ということで 63% でした。誤差 63% で、はい、花丸成功です。すごくないですか。ギリギリ70いかなかったんだけど。じゃない、ギリギリ一生の運を使い果たした。なんでそんなこと言うの、なんでそんなこと言うの。もう一生私ないのそういうの、何も。悲しいよそれは。このゲームで運を全部使い果たしちゃったのは悲しい。前回成功したっけ。成功 しなかったんじゃないかな確か。やったー、ネプリーグ出れるかも。私ネプリーグに出たらパーセントバルーン、パーセントバルーンの私もう達人だからさ。そうだね、50、最初50にしてたから50だったらもう失敗してましたね確かに。皆さん成功しました。皆さんのおかげです、ありがとうございます。皆さんのおかげです、本当にありがとうございます。わ、高崎彩子出てほしい。あー、いいですね。皆さんのおかげで私は誤差 63% というギリギリのところでクリアすることができました。ありがとうございます、本当に皆さんのおかげですね。はい、皆さんのおかげです本当に。これはもう私の今後の人生に刻まれます。だってあれだからね、こうなんですかね、やっぱり本命チョコをさ、もらってなんだろうもらってるって人が、もう少しあと7人多かったりとか少なかったりしてたら、私はこのゲーム失敗してたってことということで、すごく良い結果になったんじゃないかなって皆さんのおかげで思いますね。ありがとうございます。
ちょっとここらでまさぴょんさんにタワーのお礼の続きをしたいと思います。ありがとう5個だよね。ちょっとありがとう5個書いちゃおうかな。もももこソラーレさん、コバありがとう、まきまきさん、花ありがとう、くずいさん、パソコンありがとう。ありがとう。なるほどね、皆さん、なるほどね、皆さん、そうなんだね。皆さん、そうなんだね。いや、結構意外と本当に意外といるんだなってっていうちょっと驚きがあって、私はチョコをもらったことがある人が、そうなんだなっていう、なんかさ、いや嘘とか思ってないですよ、もちろん。でもさ、わかんないじゃないですか、そういうのって。それはもう本人次第というところで。たけしさん、ありがとう、見に来てくれて、こんばんは。だからなんかそういう判定機能みたいなやつが欲しいかな。あったら面白そう。まさぴょんさん、ありがとう、5個書いた5個書きました、ありがとう。まさぴょんさん、ありがとう、たくさんありがとう、ありがとうございます。ありがとう、いえいえいえ、こちらこそありがとうございました、本当に。わあ、ありがとう、まさぴょんさん。初訪問ありがとう。なるほどね。私ファンの方がどういう今まで過去を生きてきたのかっていうの、すごい興味深いですね。ファンの方が今までどういう過去を生きてきたのかっていう、今までの人生、普通に何か気になる。やっぱお話し会とかでさ、ファンの方、よく来てくれるファンの方とかと普通にもうお話し会ってさ、
普通にあれじゃないですか、なんかもう普通にお話できるってか、普通にもう友達感覚みたいな感じで話すのに、なんかそういうのとかやっぱ知らないからなんか気になりますよね。普通に今を生きてますまことくんかわいい、ありがとう。かずいさんパソコンありがとう。でも普通にでも皆さん、まあ過去は過去ですよね過去は過去ですよね。そりゃそうだわね。そうだね、プロテインだねってどういうこと？こんばんは。隠すような過去はないけどね、だって。ほう。ほう。そうなんですか。見つめ合うと素直におしゃべりできない。なんか聞いたことある。桑田佳祐さんの曲ですか。よくご存知でって知ってますよ、知ってますよ知ってますよ、そりゃ知ってますよ。黒板消しのことラーフルって言ってました。え、鹿児島県民、鹿児島の方はラーフルって言うんですか。何ラーフルって、黒板消しラーフルって言ってたんですか。へえ、ラーフル、ラーフル、なんかすごいめちゃめちゃ洋風だけどめちゃめちゃ和風、実物は千葉の鈴木です。お、見たらいに行ったの。お、そうなの、どうだった。え、宮城の話しようよ、しようよ、しようよ。こんばんは。恥の多い生涯を送ってきましたって。私もですよ。私もですよ。
長い黒板消し見たことある。だって、長い黒板消しはね、なんかあるようなないような気が、わかんない、ないかもしれないです。でもなんかあるような気もするけど、何なんだ一体これは。夢の中で出てきたのかな。私黒板消しの匂いがすごい好きだった。黒板消しクリーナーみたいなあるじゃないですか、あれの匂いとかめっちゃなんか好きだったな。こんばんは。皆さんの好きな匂いって何ですか？なんかあんまり人には分かってもらえない好きな匂いみたいなのあります？焼き鳥？めっちゃ分かる。あのさ、なんか歩いてる時に焼き鳥屋さんの匂いがしたら、うわこれはもうダメだってなる。わ、焼きたてパンの匂いだって。わ、もうめちゃめちゃ分かる。もう一緒、本当に一緒。もう焼きたてパンの匂いはもうね、あれはもうダメですよね。もう人を幸せにする、あれは。バスの排気ガス。おお、あ、わかるかも。わかるかもしれない。焼肉屋、うわ、いいね、いいですね。ビアードパパ、わ、わかるわかる、めっちゃわかる。いいですね。あ、ガソリンスタンドの匂い、わかる。私も結構好きかもしれないです。うなぎってどんな匂いだろう。うなぎ、あ、雨降った時のアスファルトの匂い、私はちょっとそれは苦手です。私は苦手なタイプ。私はそれはちょっとね、かなり苦手で、私はあの新しい車とか、あのなんか新しいなんか感じの建物とかの匂いがめっちゃ好きです。わかるかな。なんか新しい車とかだったら、新しい車のシートの匂いなのかわかんないですけど、のなんか本当に新しいみたいな感じの匂いがめっちゃ好き。え、わかりますか？そうとか、あとは新しい建物、家とかもそうだけど、そう、新築の匂いとか、が私はめっちゃ好きですね。こんばんは。新車の匂いの方向、そうなの？でもなんかちょっと多分違うんだろうな。なんなんだろう。やっぱ人工的に作られたものじゃなくて、やっぱなんかそのもののちゃんと出るから出るその匂いがやっぱいいかも。その自然に出る匂いっていうか。
こんばんは。コーヒー、あ、コーヒーはわかる。コーヒー屋さんの前とか通った時にさ、コーヒーの匂いしたら、うわ、干した布団、うわ、わかる、めっちゃわかる。うわ、それ私めっちゃわかります。干した布団ね、わかる。あと結構私枕の匂いも好き。カレーもいいね。カレーもいいですね。あ、もう全部いいじゃん、もう全部いいよ本当に。焼きたてカヌレとコーヒーの、うわ、もう何その最高なセット、何ですかその最高なセットは。そんなん絶対最高、それは。そんなん最高に決まってる。ココイチの香り、あ、苦手な香りも、香りもあるんですね。みちが使ってる香水が洗いたてのシーツをイメージして作れたやつだ。みちさんが使ってるの？洗いたてのシーツ？洗いたてのシーツ？そんな匂いが売ってるんですか？でもみちさんめっちゃいい匂いする。あれって洗いたてのスーツ？ん？スーツ？シーツ？洗いたてのシーツか、シーツの匂いなのかあれは。そうなんだ。私はね、なんか香水っていうか、なんか練り香水みたいなやつ、あ、ちょっと持ってきますね。どんなやつだったかな。この見たことある方いますか。この猫のやつなんだけど、私は結構これつけたりしてて、これなんかね、何の匂いなのかわかんないけど、めっちゃいい匂いするんですよこれ。パフュームスティックベンジャミン N ってやつです。なんて読むんだ、バシリサ、ベンジャミンって匂いあります？あ、バシリーサって言うんだ。バシリーサ、ベンジャミン、あ、ベンジャミンって書いてある、ここに。ベンジャミンって匂いがあるのかな。これすごい、何の匂いかは分かんないけど、すごい甘いけど甘すぎない匂いがする、なんかいい匂いなんですよね。私はこれ、匂い系のやつはこれと、あとなんかね、あのあれです、あのハンドクリームのめっちゃいい匂いするやつ持ってる。
ペア&ジャスミン、あ、ベン、え、ベンジャミン、フローラル系、フローラル系なのかなこれ、わかんないけど、まあそんな感じですね。まあそんな感じです。じゃあね、じゃあ終わります。じゃあ終わります。皆さん今日もお疲れ様でした。毎日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 本当にもうね、本当に本当にお疲れ様です。ナッカーさんハートありがとう。お待って、 T ヒロさん、キャベツの炒めさん、パソコンありがとう。オアさん、テントとパラソルありがとう。クレ星人さん、テントありがとう。ナッカーさんハートありがとう。クレ星人さん、パラソルありがとう。ミツさん、バラありがとう。クギツネ37さん、かわいいありがとう。ナッカーさん、パラソルありがとう。カズイさん、テントありがとう。クギツネ37さん、ハートありがとう。じゃあランキングを読みます。13位、たかゆうさんありがとうございます。12位、にゃんきちさんありがとうございます。11位、おわさんありがとうございます。10位、なっかーさんありがとうございます。9位、まきまきさんありがとうございます。8位、お金持ち先生ありがとうございます。7位、くれ星人さんありがとうございます。6位、まことくんありがとうございます。5位、ドゥグラスさんありがとうございます。4位、ポムさん、ポムさんだったかな、ありがとうございます。3位、かいちゃんです、ありがとうございます。2位、しばさんありがとうございます。1位はまさぴょんさんです。1位、ありがとう。すごいね、たくさんタワー級のやつをたくさんギフトありがとうございました。はい、たくさん本当にありがとうございます。ありがたいです、本当にありがとう。じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。バイバーイ。